はい、皆さんこんにちは。今回はね、正社員がきつい人に向けてちょっとお話ししていきたいと思います。あとね、ゆとり世代が望む生き方についてもお話ししていきたいと思います。で、今回もね、スライドでお話ししていくのでこちらになります。はい、今回話したいのはね、こちらになりまして、まずね、正社員がきつい人ってことをお話しまして、で、次にね、なぜ正社員がきついのかってことをお話しまして、で、終身雇用のいびつさで、ゆとりの望む終身雇用は理想に過ぎない、ゆとり世代とは、で、次にね、ゆとり世代の気持ち、ゆとり世代と生きることの相性の悪さ、なぜゆとりが生きるのが苦しいのか、で、最後にね、私の理想の人生とはってことをお話します。はい、で、正社員がきつい人ってことなんですけど、ツイッターとかでね、ちらほら見かけるんですが、正社員無理とかね、きついとかつぶやいてる人いますよね。で、私もね、正社員長続きしたことはないので、その気持ちわかります。で、なぜ正社員がきついのかなんですけど、まずね、事前に会うかどうかもわからず、一度入社したら簡単には辞められないというプレッシャーなんですよね。で、私はね、ちなみに1週間で辞めたことはあります。ってことでね、会社ガチャ外れたらきついですよね。で、まあ1日8時間週5日がきついっていう人もいますよね。そもそも1日8時間って長くないですか？そんな集中力続かないですよね。で、まあ、定年までね、ある会社の社員であるといったプレッシャー、常にね、会社に縛られてる感じがしますよね。あとね、自由がない、好きな時に休めないといったきつさもあります。あとね、これは首都圏の人限定なんですけど、まあ、満員列車がきついっていうことですね。で、まあ、終身雇用のいびつさってことなんですけど、まあ、前述したようにね、事前に会うかどうかもわからない会社に正社員で入社すると、多くの日本の会社は終身雇用で定年までといった制度になっているんですよね。で、これはかなり実はいびつなんですよね。で、そもそも事前に会うかどうかはなんてわからないし、もし会わなかったらね、辞めるに辞められないので、嫌でも居続けなければならないことになりうるんですよね。で、本当に無理だった場合、転職することになると思いますが、日本の場合ね、転職があまりいいことだとされていません。よって、転職によってね、経歴に傷がつくにつれて、転職もしにくくなり、徐々に追い込まれるってことが起きます。またね、終身雇用によって、キャリアアップが図れないっていうのも言えるんですよね。っていうのは、その会社でしか得られない、その会社固有のスキルや知識やノウハウしか得られないことになるんですよね。あとね、終身雇用というのは雇用流動性が悪くなる原因でもあるんですよね。定年まで社員が一つの会社にいるということは、適材適所が実現しにくいってことになります。で、これはね、まあ、世の中に多くの会社があると思うんですけど、ある会社でね、不要になっても他の会社で必要とされるかもしれない人材っていうのがいると思います。で、そういう人がね、終身雇用だからその会社にずっと居続けたとしても、需要と供給が合わないって感じがしますよね。なので、終身雇用を廃止して、転職回数多くてもやっていける社会にすべきだと思っております。またね、敗者復活戦を甘くしてほしいってのがあります。これはね、チャレンジして失敗しても再起しやすい社会や、引きこもりやニートも就職しやすい社会にすべきだと思います。有能なね、引きこもりやニートもいるかもしれないのでね。はい。で、ゆとりの望む終身雇用は理想に過ぎないってことなんですけど、多くのね、ゆとりは大手企業で終身雇用を望んでいるが、決して楽ではないってことなんですよね。ゆとりがね、なぜ大手企業で終身雇用を望むのかってことなんですけど、まあ、これはね、会社にいるだけで月々決まった額のお金、給料がもらえるってことなんですよね。なので、まあ、楽そうだし、将来も保障されてるからっていうものなんでしょうか。ただね、現実は楽ではないんですよね。で、これはね、日本の労働生産性が低いこととも関係がありますが、給料イコール我慢料だと思っている人が多いので、多くの会社がそういう雰囲気になってるからなんですよね。で、日本の場合ね、同調圧力も高いので、そういう雰囲気に合わせないといけないって言った苦しさがあります。で、給料イコール我慢料の意味は、会社にいるイコール苦しいことを我慢していることで給料がもらえるという意味なのですが、苦しいことを我慢すること自体には生産性がないんですよね。で、労働生産性っていうのは、労働量に対する成果、付加価値の割合なので、いかに少ない労働量で質の高い、または多くの成果を出せるかで労働生産性が決まるんですよね。なので、給料イコール我慢量という考え方が間違っており、多くの人はそこを認識すべきだと思います。で、前のスライドでね、ゆとりゆとりって言ってましたけど、ゆとりっていうのはゆとり世代のことなんですよね。で、ゆとり世代とは何かっていうとね、まあ、ざっくり説明しますと、小中学校をゆとり教育で過ごした世代のことなんですよね。で、具体的には1987年から2003年の間に生まれた人々のことで、1995年生まれはね、小学校から中学校までの12年間をずっとゆとり教育で過ごしてきたため、古いゆとり世代と呼ばれてるんですよね。で、ゆとり教育とは、暗記中心の詰め込み教育や偏差値重視の受験を廃止し、ゆとりある環境で子どもたちの自習能力や生きていく力の育成を目指して実施されたものなんですよね。で、こうしてゆとり教育を受けたゆとり世代には、マイペースで協調性がない、打たれ弱いなどの特徴があります。で、私が思うね、ゆとり世代の気持ちっていうのはざっくりここにまとめたんですけど、まずね、楽をしたい、苦しいことは嫌だっていうのがあります。あとね、適当にどこかの会社に入って定年までだらだら過ごすっていうのがあります。でも会社が辛かったらすぐに辞めるっていうのもあります。
私はね、ちなみに1週間で会社を辞めたこともあります。で、まあ、汗水垂らして働くなんて嫌だっていう考えもありますよね。で、夢はね、ベーシックインカムや宝くじを当てて働かないで生きていくことなんですよね。で、ゆとりはね、とにかく野心がない、自分がないっていう人が多いと思います。争い事とか、競争とか、受験とか、恋愛とか、結婚とか、面倒いから嫌だ。面倒いことは全部嫌だっていう人が多いと思います。で、しまいにはね、生きるの辛い安楽死で逃げたいっていう人もいると思います。なので、結局ね、嫌なこと苦しいことは嫌だ。楽したいっていうのがね、ゆとりの気持ちになると思います。はい。で、ゆとり世代と生きることの相性の悪さなんですけど、そもそもね、生きることは苦しいことなんですよね。なので、苦しいことが根本的に嫌いな、というか苦しいことに耐性のないゆとり世代と生きることは相性が悪いんですよね。で、ゆとりはね、昭和の時代みたいに若い頃の苦労を買ってでもしろみたいな、苦しいことを率先してやるような、いわゆる野心がある人は少なく、根本的に楽をしたい人なんですよね。なので、そういう人が生きるという苦しいことで悩むのは当然なんですよね。なので、せめてね、会社で働く以外で、会社よりも楽に生きる方法を模索する、チャレンジするのがいいと思います。はい。なぜゆとりが生きるのが苦しいのかってことなんですけど、そもそもね、人が生きることっていうのは人類誕生以来根本的に変わってないんですよね。で、人はね、根本的に人と関わりながら生きてるからなんですよね。人と関わらないで生きていくことは不可能なんですよね。なぜなら、生まれてからは親に育てられ、家族という人間関係の中で生きて、自立したらお金を稼いだり、商品やサービスを得るために人と関わらなきゃいけないからなんですよね。で、大昔だったらね、物々交換で欲しいものを手に入れて生活しているだろうけど、今はね、それがお金に変わって、お金で人から物やサービスを受けてるってことになります。で、人と関わるとね、必ず人間関係が生じますよね。家族といった最低限の人間関係だけでもストレスになりうるのに、実際はね、仕事や友人、恋愛関係、近所関係、SNS といった多くの人間関係でストレスに苛まれていることになります。なのでね、ゆとりでなくても生きるのは苦しいのに、苦労やストレス耐性のないゆとりならね、なおさら苦しいことになるんですよね。はい。で、最後ね、私の理想の人生とはなんですけど、私はね、最近セルフネグレクト気味なんですよね。で、セルフネグレクトっていうのは、自己放任と言いまして、自らの心、体のケアを放棄してしまう状態なんですよね。で、原因としてはね、自分の精神的な負担が大きいことがあります。生きることの辛さのほか、理想と現実がかけ離れており、萎えることが多いんですよね。で、理想はね、やりたいことが全てできており、やりたくないことを一切やらずに生きていくことなんですよね。主に家族との関係が結構負担だったりするので、それをどうにかしたい。あとね、やはり仕事が負担の原因になっているので、仕事をしないで行きたい。辛いことや苦労はしたくない。全ての悩みや考え事を自分に都合よく解決したいってことがあります。で、これがね、叶って初めて生きてる心地がするんですよね。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは、今苦しんでいる方や死にたいと思っている方に向けて動画配信をしております。当チャンネルに少しでも共感をいただけた方がいたら、高評価やコメントやチャンネル登録をお願いします。